が登場いたします。が、関西拡大防止を日本脱防止のため、ご自身の外からのアピールにご協力いただき、選手との観客などはご覧ください。また、会場中立ち止まっての写真撮影などもご覧ください。そして最後に次回ホームゲームのご案内です。次回ホームゲームは少し空きますが、1月18日に茨城ロボッツとの対戦となります。こちらチケットを絶賛発売中ですので、ぜひ感想を忘れないでご登場ください。改めまして、本日は、高橋真由奈の紹介をさせていただき、ご登場のことにありがとうございました。また、